はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はお知らせの方で、なんと幕開の物語キャンペーンがマジかーっていう感じで来たということで、まあそれについてお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、まあ一応幕開の物語キャンペーン来てるんですが、期間が1週間ということで、もしかしたら来週、まあ来月ですねに関して何らかしらあるかもしれない、何らかしらイベント素材が集められるやつが来るかもしれないって感じかな。うん、これは淡い希望です。はい、ではまあ幕開の物語キャンペーン見ていくんですが、今回はこのサーバントたちが幕開来たよっていう形になっております。セイバーアストルフォー、陽気比、そしてカイニス、アナスタシア、サリエリ、マンドリカルド、サロメ、この7機が来ているという形になっております。で、その中でセイバーアストルフォとカイニス、そしてサリエリ、この3機のサーバントは、スキル強化されているという形になっています。で、それ以外のサーバントはスキル強化がないのでご注意ください。石だけっていう感じになってるかなと思います。はい、で、期間限定で対象のサーバントの、大成功、極大成功が2倍にということで、まあ、今回いるキャラクターに関しては大成功の確率上がってるよという形になっております。で、期間限定で全てのサーバントの幕開の物語消費 AP 2分の1ということで、まあ今回2分の1になってるということで、まあとりあえず全てのサーバントまだ幕開終わってないなーっていう方に関してはこれやっていくという形でいいんじゃないかなと思います。では次、ピックアップ召喚ですね。これ見ていきましょう。で、このピックアップ召喚なんですが、もうシンプルにアナスタシア、カイニス、マンドリカルド、サリエリ、この4機のサーバントが常にピックアップされるガチャとなっております。なので、まあ、引きたい人は引いておけばいいんじゃないのっていう感じかな。はい、間違えて通知が来てしまいました。すいません。で、今回のピックアップなんですが、新しい概念霊装ですね、それは出ません。代わりに、ガンド虚数魔術天使の歌、ここに関しては出るようになっているんで、まあ新しくリニューアルされた概念霊装は出ない代わりに虚数魔術等は出ると思ってもらえればいいかなと思います。で、まあそれ以外はまあ一応キャラクターの紹介みたいな感じですね。はい、以上が、今回のお知らせとなっております。で、アップデート情報に関しても幕開のキャンペーン来たよっていうだけなので、まあ特にっていう感じかな。はい、以上ということで、今回めちゃくちゃ短い動画だったんですが、今回ここで終わりにしようかなと思います。性能の説明ですね、それに関しては後日また動画上げようかなと思ってるんで、気になる方はそちら見てもらえればいいかなと思います。それじゃあバイバイ。